テレ屋の相原さんだって。で、テレ屋の相原さんだって。みかもちゃんが花に5発あげてくれたよ、あんたに。あんたに。氷。うん。あんたが5発あげてくれた。何？私はいい。俺はいい。うん、氷がないですか、ね、すごい。今で相原がね、慎吾にね、作ってきてくれました。作るんじゃなくて。でもこれ作らなくちゃ氷できないし、洗い持ってきてくれたじゃない。皿に移しただけでしょ。ちゃんと、ね、ちゃんとしてくれたでしょ。コンビニのやつは皿に移しただけでしょ。うん、そう。ありがとうございます、みかもちゃん。うん。だから、ちゃんとお皿に開けてきてくれたじゃない。優しいとこあるから、何でもね、あれなんですよ。私が足が悪いとね、食べたものをね、お勝手に下げてくれるんです。私、両手で持つんができなくてね、じっとして洗うことはできるんですね。だけど、両手で持つと袋が入っちゃうから、いつもね、食べたものは下げてくれるんです。で、洗い物は私がしますけどね。ええ。まあ、優しいとこありますね、確かにね。うん。あ、私ですか。ちゃんと、みかぶちゃんからいただいたのは、相原にあげます、私。あげますよ、ちゃんと。はい。その、筋が通らないからね、みかぶちゃんが相原にあげてくれたから、お金はちゃんと渡します、私。うん。私は自分では取りません。一生懸命やってくれてますから、いろいろ。墓場掃除行ってね。私のできないことやってくれて、お使いも行ってくれてるんですよ。私、行けないから。吉江さんの感じ方してます。何？吉江さんの感じ方してます。あ、そういうのは、カードだけどね。でも、あれだから。でも、それだけの助かるよ、私。まあ、そうじゃなくて、助かってきてますね。うん。今はね、そうだよね。助かってんだよね。私のできないことをして、私ができることをね、やってるんです。はい。みかほちゃんに5発もらったよね、相原ね。花火をね。すごいね。冷やし中華作ってきたの相原さんってほら言ってるよ、マサさんが。そうです、今この皿に持ってきてくれたんです。慎吾お腹すいたっつんでね、マサさんね。私も食べるかって言うから、私はいいって言ったの、大丈夫だって。私あんまり食べない方なんですよ、デブだけどね。はい、慎吾お腹すいたって言ったから。コンビニのなんですけどね。え、慎吾さんのご飯の、何、支度もしてくれる相原さんに、また花火！うわぁ、えらいこっちゃ！えらいこっちゃ、みかもちゃん！えらいこっちゃ！もう6発だね、相原さんに。えらいこっちゃ言ってくるわ。3000ですね。あいつ、喜ぶよ、あいつ。ちょっと、行くわ、私。みかもちゃん。すごいね、みかもちゃんは。みかもちゃん言ってきますからね。すいません、みかぼちゃん。ねえ、みかぼちゃんがね。そんな会話だよ、これ。みかぼちゃんがね。正直、吉江さんにふわっちの放送を一番最初進めたのは俺なんですけど、まあ、多分このふわっちのノリに吉江さんついてこれないなと思ったんですよ。やっぱりネットっておかしなところだから、多分ふわっちのノリに吉江さんはねついてこれないだろうなと思いつつ、でもお金が儲かる吉江さんお金儲かるんじゃないのかなと思って稼げるんじゃないのかなと思って
やらしたんですけど、今じゃ俺が吉江さんのノリについていけなくなってきますね。なんか本当予想の斜め上以上を言ってる。トイレ行ってくる。